はい、ではでは、あのちょっと予告した通り、野球ゲームビーン、野球ゲームチャンネルをちょっとスタートさせようかな、野球ゲームチャンネルをスタートさせようというか、野球ゲームがやりたくて、その動画をね、あの野球のチャンネルに上げると、多分野球ゲーム別に気になんねえというか邪魔だよって思う人が相当いると思うんでね、ちょっとチャンネルを分けさせてもらいました。なのでこっちの野球ゲームチャンネルの方は、あの私のちょっとお遊びというか趣味的な、野球あんまり、野球というか今のドラゴンズにそんな関係ないところもありつつ、まあ楽しんでいこうかなと思ってる次第ではございますので、まあ、もしよろしかったらまたチャンネル登録などをしていただけると非常に嬉しい。はい、そういうことでね、あのドラゴンズ、まあドラゴンズなんですけど、あの昔からドラゴンズが大好きでね、そのきっかけの一つは私、まあ落合さんで野球好きになったと思うんですけど、多分その前によく考えると、あのファミスタとかで落合さん、あのフーズフーズ、当時フーズフーズっていうチームだったと思うんですけど、ですごい打つバッターがいると、それがフーズフーズの落合さんで、フーズフーズフーズっていうのがロッテの落合さんの、あのまあパロディだったんで、そこら辺から多分落合さんが好きになったんですよ、多分です、なんとなくな記憶ですけど。なのでね、あの元を正せばそのあたり、ファミスタが僕の野球好きを多分決定づけたんじゃないかというところがあります。なのでファミスタ持ってるんですけど、まあ、ちょっとその前にですね、あの私が実はあの野球ゲーム、今でもこうやって持ってるんですけど、こうやっていっぱい、こうやっていっぱいあるんですけど、あの野球ゲームを実はあの昔ね、コレクターになってまして、別にあの隠すことでも何でもないんですけど、未だに持ってるんですよ、野球ゲームを200本300本ぐらい、昔のゲームをね。でそれをねちょっと発掘してきましたので、その動画を一回見てください。こちらです。はい、これなんですね、わかりますでしょうか。向こうにはこうハードがいっぱいある、プレステ2とか昔のプレステ初代とかね、もっとひどいのもいっぱいあるんじゃないでしょうか。うん、こんな感じ、わかりますでしょうか。実はですね、大昔に私は野球ゲームブログというのをやってた時があるんですけど、あの野球ゲームのコレクターなんですね。最近はやってないですけど、うん、なんかよくわからないゲームも含めて、メジャーなゲームも含めてちょっと出してみました。なんだろう、エモヤンの10倍プロ野球セリーグ編、野球は頭やで、監督エモと、よくわかんないゲームがいっぱいありますね。これこんだけあるんでね、でね、すごいあるんです。何百本あります。よくわかんないゲーム。こういうのメジャーなのもありますね。64パワフルプロ野球とかね。うん、なんだろうこれは。なんかよくわからない海外ゲーとかもありますね。ジャレコは日本のメーカーですけど、まあ海外ゲーですねこれ。ベースボールリーダー2セカンドシーズン、この絵が時代を感じさせる。うん、なんだここ、スーパーリーグですね。あの昔の名作スーパーリーグ、メガドライブですね。メガドライブもどっかにあるんでしょうね。だからスーパーウルトラベースボール、実名版っていう表示が懐かしいですよね。昔は実名じゃなかったというところ、このイラストが誰だかわかる、これ誰だ、47番だから工藤さんなんだろうな。でも工藤さんに似てないな。
ベイスターズのこれは駒田でしょうね。うん、この近鉄の誰だか分かんないけど3番だから石井博夫さんでしょうねこれ。まあそんな感じでイチローイラブは分かるな。ドラゴンズは、あ、ドラゴンズは大鵬さんですね。大鵬さんは分かりますね。あ、この横の阪神誰これ。18番誰、ヤブさんですかね。時代的な松井さんとかイチローさんとか。カープもこれ誰だこれ、笹岡さんなのかなこれ。背番号も微妙に11番かな。笹岡さん11番じゃないよな。誰だろう、ちょっと分かんない。秋山さんですかねこれ、うん、こんな感じで野球がいっぱいあるのでちょっとハードが動くのかが怪しいですけど、たまにゲームでもやりますかね。昔ね、ほんと本当に昔ですね、30年前とか、そんなに前じゃねえか、20年前とか、もうちょっと前、25年前ぐらいにですね、野球のゲームを集めるブログっていうのをやっててですね、その時にいっぱい集めました。なので最近のゲームは全然ないんですけど、まあ多分動くのもちらほらあるんじゃないかな。ハードが動くかがポイントでしょうね。後ほどやろうかなと。そうなので2段目も撮ってみました。うん、なんかいろいろある、よくわかんない、これなんだ。江川卓のスーパーリーグ CD、 メガ CD 専用っていう、メガ CD 持ってんのかな俺よくわかんないですけど、そのあたりもあるもんはとりあえず買うみたいな感じでやってたんですよね。新品で全部買ってるわけじゃなくて、これとかそうかな、なんだかよくわかんないですけど680円でソフマップで買ってますね。ユースドって書いてある MSX とか MSX2 なんですかね。激突ペナントレース誰でしょう。ライオンズじゃないのかこれ。これもタイガースじゃない、ジャイアンツじゃない、近鉄でもないと。すごいな、コナミですね。でもこれみんな全部コナミって書いてある。コナミも1988年にはちょっとこういう怪しいゲームを作ってたんでしょうね。名前がだから実名じゃないんでしょうね。トムキャあった、パリだ、よくわかんないそんな感じ。もちろんね、私の世代はファミコンなのでファミコンのソフトもあります。こんな感じでね、ホーガンズアレ、うん、野球じゃない、なんだろう、キャプテンみたいな絵ですけど、キャプテンですかね。ベースボールファイター、バップ、なんか懐かしいマークがいっぱい。セリーグは太陽がいなくなっちゃいましたね。パリーグはもう原型をとどめてるのがライオンズぐらい。うん、ファイターズ、オリオンズ、ブルーウェーブ、近鉄、ダイエーですもんね、ホークス。うん、なんか面白そうなゲームがいっぱいあるので、ね、月を見て野球もやろうかな。もぐもぐ会の代わりに、もぐもぐ会はまあもぐもぐ会として、レトロ野球ゲーム会も開催しようかな、そんな感じがしますね。はい、はい、ということでね、まあ野球ゲーム発掘してまだちゃんと全部見終わってないんですけどね、これからあれらのゲームをやっていこうかなと思います。まだ多分ね、もうホコリもかぶってたし、動くやつと動かないやつがあって、まあ、そもそもなんですけどファミコン本体が動かなかったんですよ。そう、あ、残念というところで、なのでね、さすがに
ファミコン本体買おうとしたらね、結構プレミアがついてて買えなくて、どうしようかなと思ったら、こういうのがあったんですよね。こういうのを買ってきたんですよ。こういうの。こういうのね。はい。これファミコンではないんですけど、ファミコンのカセットが動く、なんかレトロフリークとかいうマシンなんですね。結構優秀で、ファミコンだけじゃなくてね、スーパーファミコンとかのゲームも動くというところで、でなんか怪しい匂いがなんかこう、これ買っちゃいけないやつなんじゃないかって思って、ちょっとね怪しい匂いがすんなと思って、ヨドバシかな、ヨドバシ行って店員にこれ売ってていいのって、これ例えば俺ね、これをゲーム、この画面、このマシンでゲームやって、なんか俺が違法者になったりすんの、これ YouTube で配信したら後で任天堂から苦情のメール来んのとか、そういう風に聞いたらですね、いやこれは別にもう世の中に普通に流通してるもので、エミュレーターっていうんですか、エミュレーターで、まあ、皆さん使われてますというところで、確かにね、それで調べたらみんなこれの取り扱いとか、これの使い方とかね、YouTube でガンガンアップしてたので、これで私もやっていこうかと思います、はい、ゲームはねもちろんなきゃダメなんですよ。ゲームはなきゃゲームできないんで、ゲームは必要なんでね、そこは僕がいっぱい持ってますので、まあ動けばの話ですけど、スーパーファミコンの、ね、ファミスタとかもあるんで、まあ、そのあたりをいっぱいやっていこうかな。ファミスタとかに限らずね、よくわかんない、まあ、動画の中でも言いましたけど、よくわかんないね、ホームランナイター、ラジオ日本なのかな、よくわかんないです、まあ、そこら辺もあるので、なんか今後いろいろやっていこうかなとは思ってますので、まあ、よかったら本当にチャンネル登録していただけたらいいなと、まあ、早速、ね、動画もガンガンいくつか上げていくと思いますので、ね、とりあえずチャンネル登録者100人まずは目指していこうかなと思っております。よろしくお願いいたします。当時のね、やっぱり当時の僕の世代とか僕より上の世代の方、40代50代の方とか非常に懐かしくなると思いますし、あと今のね10代20代の方も多分いろいろスマホの野球ゲームとかやられてると思うんですけど、昔のゲームのねしょぼさとかまあしょぼいっていうとね、当時頑張って作った人に申し訳ないからあれですけど、当時はね結構やっぱり表現がなかなかプアで、まあまあ、これくらいが限界だったのかとか思っていただけるとね、非常に楽しいかなと思います。まあ質問なんかもね、これ何だったんですかと、質問なんかも聞いていただけたら全然答えますので、はい、よろしくお願いします。当時のね、ドラゴンズ打線とかね、ピッチャー陣とか、80年代、90年代あたりが多いかと思うんですけど、そのあたりの当時のね、スタッフ、そこら辺も見ていけるかと思うので、ぜひ楽しみにということでよろしくお願いいたします。それではチャンネル登録よろしくお願いします。